というわけで18番、オラクルボートレース行くぜ。レース面か。というわけでまずうんちく探しだな。はい、まず1人、長いケーブルカー。滋賀県坂本ケーブルは日本一長いケーブルカーなんだってよ。琵琶湖の長いも抜群なんだとよ。へえ、そうか、滋賀だからここ琵琶湖だもんな。ほらほら、まだいる。琵琶湖は動いている。琵琶湖って昔は小さな湖だったんだとよ。何万年もかけて大きくなって一目北に動いていたらしい。へえ、じゃあ今もまた北に。ここだろ最後に。ほらほらな。雪積もり、雪もりもりスポット。日本で最も多く雪を積もったのは滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山なんだってよ。高さは 11.82m、 鎌倉の大仏以上。へえ、それは大変大雪だろうな。ようまいわ。私は水遊びしたくなってきました。よし、じゃあ眉毛行こうか。レッツゴーボートレース。眉毛ボートになるのかというか、まあジェットスキーみたいなやつか。まあ行くぜ。まあこのチュートリアルは大丈夫だね。加速。アクセル抜けなかった。よいしょ。爆弾が動くな。よいしょ。なんだあの回転するやつは。ちょっとついていこうか。おお、爆弾。なんだあれ、ボヨーン。やべ、チェックポイント通過。あ、ギャビー。あ、でも程よい難易度。気を詰めてさらに加速。うおー、ゴール。え、これどうなんだ。あ、1位じゃねえからか、もしかして2着か。悔しいからうんちくだけ、うんちくだけ見てもう一回やろう。近江八幡市の名物に鉄分で赤く染められた赤いこんにゃくがあるけどよ、なんで赤くしたかは謎なんだとよ。へえ、バイバイ。じゃあこっちか。違う、よっと、こっちでした。ちょっとあれはリベンジするわ。おいしい水の条件、おいしい水の条件は水温やミネラル、適度な二酸化炭素を含むなど、他にもいろいろ条件があるんだとよ。なるほど、ありがとう。さあリベンジといこう。とりあえず銀をついて足盤をしっかり見ながら、やべー、おへー、やべー、やべーって、あのあいつマジで苦しめられるな。よいしょ、危
ない。これで1位か今。危ない危ない。よし、これでどうだ。よし、一着。あ、綺麗、ナイス操縦。ナイスもナイス、ナイスも、うん、ムービー。まずはシガのペナント見け、琵琶湖だ。お、シガラキヤキ、なんか親近感湧くな。タヌキだもんな。そして優勝トロフィー。俺のオッズどうだった？そりゃもうね、一番人気だったよ。もうじらさないよ今回は。はい、対戦というわけでこれで完璧。そう、奈良市がやって次京都かや。はちゃめちゃ山箱、え、山ぼこパレード行くぜ。ん、な、え、ちょっと待って、強制スクロール。よし、さあ行こう。強制スクロールだね。強制スクロールですね。そうか、スクロールアウトしちゃったらダメなんだ。あ、ちゃんと分かって。せっかくだから感謝玉でも買っておくか。あ、先生、硬い優しい。もちもち生地にあんこを包んだ八つ足、硬い八つ足もあるんだってよ。実は硬い方が本当の八つ足なんだってよ。そうだよね、俺の中で八つ足ってこそっちなんだよね。で、あとなんかもちもちの八つ足があるってことを知って、えって思った。じゃあ俺が知ってる八つ足って何ってなったことがあった。それこれくまなく見ないとうんちくとか取り逃しちゃいそうだな。はあ、 3D で強制スクロールっていうすごいな。お、いたいた。三色団子のダジャレ。三色団子の色は春夏冬を表して、ん？なんで秋がないのかって？秋がない、旅飽きないって意味らしい。なるほど。これで四季を意識してるというわけか。そしてまず邪気電波を一つ破壊。おっと危ない、ちょっと見失ってた自分。おお、あんなところにお土産が。よいしょ。まずは京都のペナント。うん、なんて言えばいいんだっけ、風情あるじゃなくて、おしゃれな。ワープワープワープ、どういうこと。ワープ、なんか俺来ちゃいけないところに来ちゃった感がすごい。どうも、うちくさん。
ご利益たくさんの滝、京都の清水寺には3つに分かれた滝があるんだとよ。それぞれに恋愛、学業、寿命のご利益があるらしい。へえ、でもなんか聞いたことあるな、それ。ちんたらしてる場合ではない。強制スクロールだ。もうまずはこれで2つ。そしてザコチらしい。ジャスガッ、ジャスガッ、いてはいっちゃおう。よっと、よっと、おっと、隙だらけだったな。一本取らせてもらうぜ。なんかエレクトリカルパレード的なものがいたけど、コンペイト小さくてカラフルで可愛い。嬉しいよね、コンペイト。桃太郎変化で、チェックポイント。これ降りちゃっていいのか。降りるよ。よし、見えない。あ、やっちゃった。あれ、ちょっと待って、それもダメなの。どんどんお金を失っていく。せっかくのお金が。おお、マイク避け方したな。金曜日はカレーの日。海上自衛隊では曜日感覚を失われた噛んだわ。曜日感覚を失わないために金曜日をカレーに、金曜日にカレーを食べるらしい。まあ理由は後付けらしいけど、でもなんかそういうのは結構カンコレで知ったな、その知識。こんなドンパチしてるところでウィークをやってんのか、すごいな。ちょっと待って、ほら、かんしゃく玉1個くれ。よし、いやー、いい火力でしたわ。よし、これで3つ目。お土産とかあれはもう全部だっけ。コンペイトをペナント、あ、だからまだあと1個か。どこだ、この上とかか。うわ、ここはしっかり撃ち落としていこう。ほっ、危ねえ。なんかパリンっていったな。はっ、当てました。危ねえ、滑るんだよこれ。速いっていうか、京人形。はあ、美しい。というわけで、うんちく1個取り逃しましたね、先生。また強制スクロールをやらなあかんのか。あとはもう祭りタワーをで、これで悪祭退散。畜先生一体取り逃しちゃったな。やれ、あ、これあれか。下に
こんにゃくが、あ、こうやって無理やり上に行けるって、あえて下行ってみる。実は下に、なんだろう、桃太郎変化、あれなんだよな、独自の感性のせいでちょっと損してない、この変化。やった、あ、でもチェックポイントだわ。これが77、79がどこかだな。上かな。じゃなきゃね、ここにあるわけではないから。転送機。で、これが78。普通に見逃してたのかな。あれ、いたちょっと待って、どうやって行けばいいんだ。よし、ここだったか。一円玉のデザインは、100円玉には桜がデザインされてるけど、一円玉は架空の木のデザインらしい。存在すると思ってたのに。そうなんだ。バイバイ。よし、これで地区はコンプリートだ。さて、あとは残すは兵庫か。